バーサーカー、武蔵宮本ここに召喚しっかし、ついに私も水着デビューかー。っ <laughs> っ実は前から興味あったんで、大ラッキーなのですひと夏の冒険、よろしくね、マスター。<laughs> どどううこのウエススタタンな剣士スタイル武器も拳銃風にしたしこれで私も立派なガンマンです恋口を鳴らす代わりに断層をガチャガチャ回すってのもありだと思うちょっと今新しい武器作ってる最中でごめんね着替えるのは次のお楽しみってことで。 というわけで和風の水着をこしらえてみましたこれで堂々と水着剣豪を名乗れますえ和にしては露出度高めま、まあせっかくの機会なんだしこれくらい派手でもいいかなってあはは あそうだ千ン千ョ風水着ということで一つ <noise> ああ、ここまで来たんだなあ,ありがとうマスターバーサーカーな私ですがおかげでまた境地に達することができましたうん 女武蔵、どこまで付き合えるか分かりませんが、この縁が切れるまで、頼れるお姉さんになりましょう天気もいいし、泳ぎに行こっか私のジェットスキーはすっごいからどこまで行っても風来坊な私だけど、一度結んだ契約はきっちり守るわ。 お金と縁が切れるまでねうう、<laughs> マスターとの関係ときましたか。まあ、夏ですし、そりゃあ期待しないでもないっていうかお。ほら、今の私はバーサーカーなので、剣の道だけに生きてるわけじゃないので。 源氏の侍大将まで水着になってるす、すごい雅ね。しっかり顔隠しをしてらっしゃる。他のところ、まるっきり隠れてないけど。大きすぎて飛び出しているけれどよしよし、お酒部姫も出てきたか。しかもサバゲーなんていい趣味してる。一緒にゲームができるだけの友達ができたのね。 一人だけあとはみんな式紙そそっかわ私でよければ相手になろっか飲春殿も水着になればいいのにな坊主のふんどし姿見たかったなこの宝具は生涯に一度。 ある天才剣士に勝つために編み出したもの。あ、こいつ正攻法じゃ勝てないわ。面倒だし、島の中心に誘い込んで、島ごと爆破してたーおそと、正々堂々、兵法にのっとり勝利した、私の、黒歴史です。はい。なぜかあなたの顔を見て思い出しました。小次郎殿。 好きなものはスポーツチャンバラとにかく楽しいいろいろな手が試せるしね。今回作った武蔵小白絵も武骨ながらお気に入りかな。嫌いなものは遊びのない自分かな。そりゃあ剣の道を極めると決めたけど、遊び心のない境地とか勘弁勘弁。 聖杯とは黄金の窯。もしあなたがひもじさの極地にいたとき、これを使わない理由があるだろうか。いや、ない。そう。一時の気の迷いで聖杯でうどんを茹でちゃうことも、そうおかしなことではないのよ、マスター。イベント開催中行きましょう、マスター やたらめったら快適になった私の宝具が群がる敵を真っ二つなりバーサーカーの私にも慣れてきたようで結構結構。えなんでセーバーじゃないのかってそ、それはほら、仏様の導きというか、いつものトラブルというか、できるだけ気にしないでいてくれると嬉しいな。 そういえばマスターは泳げるのそんなに得意じゃない人並み <laughs> やったそういうことなら私が手取り足取り教えてあげましょうやくとくやくとく前に西武に迷い込んだ時はガンマンたちとしのぎを削ったものよ。その時から「あ銃も面白そうだな」 武芸百般西洋の武器も使いこなしてこその武蔵なのですこんなリゾート地でマスターと出会えて、水着姿ではしゃいで、みんなと馬鹿騒ぎして。<laughs> 楽しいけど、ちょっとあれよね。柄にもなく気持ちが弱くなっちゃうよね。 一人きりで荒野に投げ出された時はどうなるかと思ったけど、おかげで君と再会できて、楽しい夏の冒険もできて、なんか笑ってしまいます。こんな幸運がまだ私にも残っていたなんて。女武蔵の行く末は決まっていますが、それはそれ。この起援をくれた仏様に感謝して、マスター君と仲良くカジノに行く私なのでした。 一人きりで荒野に投げ出された時はどうなるかと思ったけど、おかげで君と再会できて、楽しい夏の冒険もできて、なんか笑ってしまいます。こんな幸運がまだ私にも残っていたなんて。女武蔵の行く末は決まっていますが、それはそれ。この機援をくれた仏様に感謝して、女の子同士、 おいしいハンバーガーを食べに行く私たちなのでした。